おはようございます。おはようございます。はい、いつものお願いします。癒やしチャンネルおかえり。なんか抜けてない。お疲れ様です。ご苦労様ですよ、ね、ご苦労様です。やっぱそれでいいね、いいね、いいの。はい、今日は何ですの。今日は高度化講習、はい、高度化車体整備技能講習です。はい、はい、今日は11月5日、はい、日曜日です。日曜日オフィシャル休みです。はい、ご苦労様です、本当に。もう3連勤ちゃうの。先週福岡、その前の週も、はい、まあ、今回の講習のためにちょっと日曜動いたりとかして、はい、休みないね。ないね。もう超絶ブラック企業パワハラ細田。応援のコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、ここどこ、南伊仙湖、泉市のいつものあれやね、テクノステージ、はい、伊仙湖に来ております。はい、はい、で今日はさっき部長が言った高度化車体整備技能講習っていうのがあるんだよね。はい、まあ、大阪車体組合から講習をすると。はい、で今回のテーマが車が高度化することによって、はい、まあ、起こりうるだろう問題点とか把握しとった方がいい知識、はい、ノウハウを講師として僕らが参加させてもらうという形でね。はい、まあ、僕らは講師というよりもどっちかというとスタッフ側やね。そうですね、お手伝い側で。まあ、今回はちょっとそういうこととか、はい、まあ、そういう活動をしてるんだよっていうのを、はい、みんなに知ってもらえればなっていう。はい、あの車体組合といっても何をしてる組織なのかちょっと分かってない人も多分かなり多いと思うんで、一般の人は、はい、こういうこともしてますっていう、はい、まあ、今回はみんなに知ってもらうために、はい、BIC チャンネルとしてね、今回参加させてもらおうかなっていう感じですね。はい、車の修理業者さんに対しての、うん、そう一般向けではなくて、まあ、これから板金塗装やっていく上で、はい、こういう知識を得といた方がいいだろうっていう方々が来られるっていう形やね。はい、はい、で今回の講習結構面白くて、はい、こう意外と知らん人多いと思うよ、基礎知識っていうかね。あ、まあ、車が高度化っていうだけあって、はい、要は簡単に言うと安全ブレーキとか、はい、車線変更の自動運転ね、はい、安全ブレーキと自動運転化されてる中で、はい、車にいろんなセンサーがついてると、はい、そのセンサー類を一歩間違えると、はい、修理の際に、はい、まあ、こういうことになりますよっていうのと、はい、その原因、はい、っていう、まあ、根本的なところを、まあ、知識としてつけてくださいっていう、そういう講習やね。そうですね、うん、あともう一個さ、結構肝心なことやねんけど、はい、ちょっと待ってな。 BIC チャンネル、これなんすよね。整備士手帳、はい、これ国家試験で部長が受かった時にもらった手帳なんだけど、はい、まあ、これ僕のと部長のとあるんだけど、はい、これ結構ね重要なんだけど、はい、見せて、なんか、あ、部長の生年月日書いてるね。昭和50、いや、50ちゃうよ。あ、ね、10月25 あ、生年月日書いてますわ。え、ちょっと待って、顔違う。私と思っちゃうもん。部長なんかあれやな、怖いな顔。それあんたや、これ俺か。はい、まあ、そこに住所が犯罪者手帳やんけ、ただの整備士手帳ちゃうやんけそれ。犯罪歴書いてんの。犯罪歴書いてあるね。まあ、いわゆるこの整備手帳に今回の講習を受けたよっていうのをパスポートみたいな感じ、はい、ほらどこどこの国行きましたみたいな判子されるやんか、はい、あんな感じでその手帳に履歴が残るよね、ちゃんとね。こんな感じですね。そうそう、終了しました。あ、俺受けてんのか、高度化。ああ、そうそう、こんな感じですね。高度化講習って書いてあるね、ボンと、はい。これ結構ね、僕ね、いいと思うよ。いいですよね。うん、整備士さんとか、はい、まあ、いわゆる、なんだろう、電気士やったっけね、電気、いろんな国家資格あるよね、はい、車の、確か、車種とか、はい、ガソリン、当然、ディーゼル、はい、タイヤもあったんちゃうかな、なんか、そんなもあったな。要はこの黒い整備手帳を持ってる人は、はい、全く関係なくても例えば整備士さんでもこの講習を来れば、要はここに反抗してもらえるんですよ、はい、ってことは転職の際とかに、あ、こういう講習も受けてはるんですかっていう、俺キャリアアップのツールとしても俺使えるんちゃうかなと思うけど、はい、どう思う。そうですね、証明にもなりますので、これ見せたら、いやね、俺も経営者として整備手帳ちょっと見せてくださいって言うやんか、当然、はい、面接の際にそこにブワーってこうなんていう反抗されてたら、うん、え、めっちゃ言ってるやん自分ってなるもん。そうすごい給料にもつながるし、自己アピールのポイントにもなると思うんで、ぜひね、この整備手帳持ってる方は、こういう大阪車体、あ、要は車体組合ね、全国やってるんで、
車体組合のどんなことをしてるかってちょっと調べてもらって、はい、できれば日曜日やけどもう自分の足で行ってもいいと思うよね。会社に言わずに別に言う必要ないやんか、はい、プライベート行ってもいいわけやし、はい、かまあ会社に確認取ってこんなん行ってきますっつって、うん、行くのも俺ありなんちゃうかなって思ってるんですよ。思います、はい、なんでまあこういうこともやってますよっていうことで、まあ講師の内容っていうかは全部出せないんだけど当然、はい、有料なんで、まあ、ちょっと一部こんな感じでやってますよっていうのを今日は紹介できたらいいかなと思ってますんで、はい、はい、毎年11月の初めぐらいにやるんだよね。あ、そうそう、大阪はね、うん、ちょっと全国のは僕知らないんだけど、うん、あのその他のタフ系も大阪にかけては11月に毎年やりますで、はい、うん、スケジュールが合う方はぜひ来年受けてください、はい、うん、そしてあの板金塗装以外の人でもねこの黒い整備手帳持ってる方、はい、結構いると思うよね全国に、あ、大阪に、はい、なその人もまあちょっと興味あったら受けてもらってね、はい、絶対ためになるもんね。そうですね、あ、なるほどねって、車のこういう構造になってんだっていうの、うん、はい、じゃあ行きましょうか、早速行きましょうか、はい、全国初になんのかな、うん、高度化車体整備講習女性初の講師でございます、はい、そうなの、どっか、よろしくお願いします。講師、講師、まあ、講師って言い回しですけどね。はい、はい、はい、楽しみです。はい、じゃあ頑張ってください。はい、 PIC チャンネル、スライドセーフティー、オリジナルコントロールじゃないですか、範囲的だったんでね、パトレーニング、お疲れ様です。お疲れ様です。それすごいよ、そのこれこれ正解。これ切らなきゃいけないですね、ここ引っ張るの、うん、PIC チャンネル、また本日は、国土交通省も後押ししております高度化車体整備機能衝突被害軽減ブレーキの、装着義務化により自動車の安全性向上で、これに取り組んだ結果ほぼ全車、まあ、9割を超える新車乗用車に、この戦車、あ、こんな簡単にできるんやっていうぐらい、まあ、あくまでも簡単にできたのね。はい、午前中の座学が終わりまして、はい、午後から実習ですね、はい、何すんの、どんなすんの、先生やんだよ、はい私ほんまにそうなの、はい、ホイール範囲とボディアライミングなんて言ったらいい大丈夫か大丈夫じゃあちょっと説明しよう、簡単でいいからさ、その車のとこ行ってさ、さっきなんか紐で何やってたやん、何やってたんだよ、あ、そうなの、はいなんかもう入るなり何なり声かけられてたね、YouTube 見てますですね、嬉しいこの糸は何してんの、ここで、はい、中心取って、はい、で後ろでも中心取って車の真ん中、真ん中で、そ後ろも中心と合わせて、うん、でこの棒の中心と合わせて、うん、糸張って、うん、はい、ほんで私絶対下手くそ、大丈夫、ここの距離、ここのこれの中心からの、この糸から、はい、距離を測って、だいたい4つ同じような数値にして、だいたい4つ同じ数値にして、同じ数値に合わさなかなかの棒とか動かして、うん、で、もう言ってはい、で、はい、入るのこっち側とこっち側、こっち側とこっち側ね、はい、の数値を書いて、はい、で
当院か当アウトか見るっていうやつ、はい、最終的にエクセルにその測った数値を入れて、はい、100メートルこの車が進んだ時にどれぐらい直進方向からずれてしまうかっていうのをやる、うん、ごめん絶対下手くそでちょっとお昼ご飯食べてお腹いっぱいでちょっとぼーっとしてた今わかりました。じゃあまあ今もうちょっとしたら生徒たちが来るんで、うん、生徒じゃない、うん、受講者の、あ、俺最後ちゃんと説明するよそうやな、社会君怒られるよ見てみ、安田さんほら座敷わらしみたいになってる、座敷わらしって言ってるフランプルですよはい、はい、OK です。じゃあまあ頑張って、はい、質問とか聞かれたら答えてくださいね。うん、それは大丈夫、今ちょっと予習してたから、でも今ちょっと不意打ちすぎてびっくりした練習したか、頑張ってください PIC チャンネル、どうですか、順調ですか。そうです順調ですね、うん、なかなかゼロが出ないねそうですね、朝一あれやね、部長とあそこにおる安田さんという方2人で測ったら、うん、ドンピシャでゼロ出たもんね。ゼロ出ましたねびっくりした。今のところもう 5,6 回みんなで測り直してるけど、うん、0.7 とか 0.4 とかズレが出てるね。測る人によって全然変わるね、変わりますね。いやだからそう思うと朝一部長と安田さんがすごく相性がいいんだなってのがよく分かりましたもう安田さんとこ行っといて、ほんま後でメールアドレス聞いたと今日ちょっと飲んでくるわいやすごいことやで、あれゼロが出たっていうのは、ね、ゼロびっくりした何回やっても出ないわ。だからちょっと最後に部長と安田さんで測った数字入れてみますねっつって入れてみんなに見せてあげたら、ほんまゼロ出んのかよっていう話もなると思うんで、はい、そうですね、うん、あの安田さん控えてたんで、あ俺写真撮ってる、うん、もうこのままピロン出たっけど、朝一からストラスト角ゼロ出すってすごいよびっくりした、うん、一応セットバックを見るために数字は入れるんや。PIC チャンネル、国内のメーカーさんで、まあ、バッて出してるのは大体スバルさんですよって言ってお話ししてるのがそこぐらいで、今それだ、メーカーさんの楽しくなってきた。なんかさっきな 0.、坂本さんが 0.02 って出たら、すごいよっしゃー言ってた嬉しい、ね、ちょっと報酬の意図が変わってきてますねどんだけゼロに近づけるか近づけるかじゃないからな精密にすればするほどいいっていうものが精密にするとすごいやっぱり大手の交渉って当然狂ってくることができるってことなんですから、俺ここまでこう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 う0.24 なんで許容範囲ですね。はい、インカーがちょっと短くなってる。あ、そうなんや、ちょっと事故してるみたいな、あの車、サンプルの車。部長が買ったあの白い方のが事故してなくてゼロが出たね。ゼロ出ました、うん、だからむしろこのこっち当たってるからゼロ出た、おかしいちゃおかしいってなるね。ちょうど2パターンあるから面白いよね、うんうん、どこやったっけ当たってんの。左後ろどこ、え、あ
れね。おいつもでお願いできますか。600万。大丈夫ですか足。ちょっと講習の内容とはちょっと違ったやつやってるんですけど、ちなみにね、今待ってる間に思ったんですけど、結局最後の最後まで 0.24 が一番近かったんですよ、で、部長が朝一入れたやつが、ちょっとほんまなんかなどうかもう一回確認したくて、ちょっと待って、俺写真撮ってたよ、朝一インスタ用にこの数字を一回入れてみてくれ、朝入れた、そうそう、それ部長が測った数字なんよ、写真撮ってたインスタ用に。実際ここが本当に 0.24 になるのか、あ、じゃあ0になるのかっていうとこですよね。これは前後のタイヤの糸との間の数字ですよね。そこの数字ですよ、糸とタイヤ。すごい、ゼロや、ゼロですわ、やっぱり何回見てもゼロだ、すごいすごいすごい、何回やってもみんな出えへんかったのに、あなたすごいね、朝一発目から、一発目はね、一回しかやってないもんね。安田さんとワイワイしながら測ったら、ワイワイ、あの座敷話とああそう、すごいね、今日はいい日だな、うん。眠たいんやろ。眠たい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。講習終わり、はい、会社の方へ戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変やね。部長もいろいろやらなあかんこと多くて。そうね。もういいね。社長もね。いや、俺はいいんだけど。休みがなくてすんませんな。いいえ。でもなんかいろんな体験できて楽しいです。今回ちょっと講習の内容は当然当たり前だけど出せないので、はい、もう本当に一部風景、はい、こんな感じでやってますっていうことで、はい、で部長から前段で説明があったと思うんですが、まあ、何やってるかっていうと、はい、車が新しくなってきて、はい、安全ブレーキだ自動運転だってなってきてて、はい、どっかないカメラどっかなんかないかな、あのミラー椅子ついてる、ついてない、あ、これはついてる、うちの台車のノートなんですけど、要はあれですね、届く、どうか、どれ、これですね、要はドラレコの上についてる三角形のやつ、はい、あれがミリ波レーダーっていうかな、はい、レーダーがついてて、そこから周波数っていうかレーダーを放って前との車の距離感だったり障害物だったり、あるいは車線変更の線とかね、はい、まあ、いろんな車にいろんなアイテムっていうか、はい、どんどん良くなってきてるんで車も、はい、うん、そういうのが事故した時にちゃんと修理しないとあのセンサーがちゃんと発動しないよっていうところで、はい、ちゃんと車がまっすぐになってないと、そう、ね、うん、スラスト角って言って、はい、当然車体がまっすぐになってるかどうか、うん、っていうところを簡易的に測定する、はいはい、でもしくはその根本的なメカニズムを、理解するための講習会ね、そうですね、うん、塔の、ん、塔を見るんだよね、塔、まあ、いろいろ時代が進む中で、はい、僕たちもそういうところに対応していかないといけないということで、はい、大阪車体組合として今回はそういう講習を行ってました、はい、そして部長が講師サポート役で今回は行きましたってことで、はい、とにかくこの動画で最後僕が言いたいのは、この大阪車体組合に入ってもらえば結構そういう情報も取り入れれるんですよ。そうです。で何よりメリットとしては部長に会えるで細田に
直接文句を言える。文句を言える、それメリットっていうね。まあ今日もほら、はい、めちゃめちゃ声かけられたやん。そうです、ミニどうなってんのとか、はい、YouTube 見てますよとかね、若い子から、はい、まあ、そんなんもまあ一つの楽しみだったり、はい、まあ、こんな言い方するとちょっと語弊があるかもわからへんけど、やっぱりその資格マニアみたいなのもいてると思うよ、はい、やっぱ手帳にハンコがブワーって埋まるとなんか良かったりするやんか、はい、で実際キャリアにもあのキャリアアップにもつながるし、はい、でそういう意味でもやっぱりそのハンコもらえるっていうのは大事で、表彰状ももらえるのね、最後もらえますね。そう、そういうのも、次転職する会社にとってはすごいプラスなんですよね、はい、うん、そういう講習を受けてるっていうだけで会社側助かったりする部分も大きいから、まあ、あの転職考えてなかったとしても、はい、いずれ機会が来た時には当然それも役に立つんで、はい、まあ、ちょっと一回受けてみて、はい、ああこれやったらちょっと毎年行ってみようかなみたいな、うん、いう人も増えると思うんですよ実際、はい、だ会社ぐるみで来てもらってもいいし個人で来てもいいし、はい、というわけで今回の動画は部長が、車体組合歴史上初女性スタッフとして高度化車体講習会やったっけ、そんな初遅くないに、はい、スタッフとして参加させていただきましたということで、はい、今回の動画面白かったと思う方はグッドボタンチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、締めてください行ってらっしゃい。